ご紹介ありがとうございます。大阪大学のクリスです。本日はこのようなタイトルで、プロテインデータバンクの取り巻く状況と今後どういうふうな展開を考えているかということをご紹介させていただきたいと思います。で本日演者にご指名いただいたときに NBDC の太田さんの方からプロテインデータバンクは AI の影響を非常に受けているデータベースじゃないかと思うのでその辺のところを忌憚なくお話しいただきたいというふうにご連絡いただきました。その通りでしてデータを登録する人、編集する人、利用する人それぞれに AI が非常に大きく影響を及ぼしていると思っておりますのでその辺の私なりの展望をお話しさせていただきます。まず最初に簡単に最近のプロテインデータバンクの現状についてお話しさせていただきます。で現在はですね21万件を超えるエントリーにデータが増えておりましてでそれをまあ全て CC0.1.0 ということで自由にご利用いただけるというふうにな状況であります。で年間 8% ずつぐらいのデータの増加量がありまして、まあ、全世界で400を超えるような外部データベースに利用されている一次データベースということになります。で特に最近の顕著な傾向としましてはここにあります通り構造を、まあ、解析する手法がですねクライオデジ顕微鏡というのが、2016年ぐらいからぐっとエントリーの数が多くなってまいりましてこの勢いでいってますと、まあ、来年再来年ぐらいには X 線結晶構造解析、まあ、古くから使われている方法をエントリーの数では抜いてしまうんじゃないかと、毎年のエントリーの数ですね。でこういうような状況にあります。まあデータの伸び幅は非常に大きいということが言えると思います。でクライオ電子顕微鏡は、まあ、高分解能の解析は難しいというふうに言われておりましたけれども最近では、解像度が1オングストロームに到達するようなエントリーも複数存在しておりまして、まあ、X 線結晶構造解析の遜色ないというような状況になっております。それとあとアジア地区でのデータの状況が大きく変わっております。プロテインデータバンクでは、厳密な地域分業でここの地図に書いてあります色の分かれたところのデータは全て、それぞれの地域拠点が処理をするという分業体制が行われています。ですのでプロテインデータバンクジャパン日本の大阪大学の PDBJ ではアジア地区のエントリーを一件も漏らすことなく毎年処理をしているという状況です。でこれが昨年に限りますと、ヨーロッパアフリカのエントリーと、まあ、ほぼ同じ数字のエントリー数が登録されているという状況になっておりまして今2023年の動向を見ますともうヨーロッパのエントリーよりも多くなっているという状況です。でこの理由は、まあ、ひとえに中国からのエントリー数が急増しているということでしてで今 WWPDB では中国上海に新しいフランチャイズを作るということで、まあ、少しずつ中国でもデータ処理をしていただくという方針に、を決めましてで、まあ、ほとんどはまだPDBJ で処理しておりますけれども PDBJ に登録されてきたエントリーのいくつかは今中国で処理を開始していただいているという状況です。でもう一つ機械学習による予想構造ですねアルファフォールドという新聞にも出た非常に精度高く構造を予測するという方法が出ておりますの でこれを併用したような実験と予測を併用したようなエントリーというのが増えております。その辺のことについて少し後ろの方でお話しさせていただきます。でアルファフォールドはこのお部屋におられる方は多くの方はご存知じゃないかなと思うんですが、まあ、新聞にもこのように出ましてでアルファフォールドで、まあ、精度よくこう立体構造を配列だけから予測することができるというようなものもあるということになっております。でそれは学習データとしては、まあ、非常にクオリティを、厳密に管理したプロテインデータバンクのデータを使ってそれを学習データに、まあ、もちろん配列データも全て使いますけれども精度高く予測することができるようになっているという状況であります。またチャット GPT などの技術を使ってですねデータキュレーションの効率を高めれるんじゃないかというようなこともご紹介したいと思いますしあと、まあ、PDB ではこれまでずっと前期の課題から検証レポートを充実してデータのクオリティを維持しますということを申し上げてまいりましたけれどもこの利用の方でも AI を活用できるのではないかというようなことを考えて進めておりますのでご紹介させていただきます。
まずアルファフォールドなどの構造予測技術の精度が構造生物学全般にどういう影響を与えるかというお話をさせていただきます。でこれはまあ人のデータを持ってくるとちょっとあれかなと思ったので私自身のデータを紹介させていただきます。これまあ大きな膜タンパク質複合体でこの全体の分解能は 1.97 オームストロームとかなり精度高く解析されているんですがここを見ていただきましたらちょっと炭鉱部のような電子が出ておりましてこれは複合体なはずでここに小さなタンパク質が結合しているということ。この左側の赤くかかったところですね。でただここのデンシティは非常に弱くてで真ん中の方は非常にはっきりしたデンシティマップなんですけどもここは非常に弱いということでこういうタンパク質を、まあ、一緒に飼料調整しているので入っているはずなんですがこれをきれいにモデリングすることができないというような状況にありました。でこの時には一時的に構造の向きを決定することができないということで上のエントリーではここにモデルを組むことができなかったという状況にあります。こういう時にアルファフォールドが威力を発揮してですねアルファフォールドの構造をここに入れて、まあ、ここに下に書いておりますようなモデリングを行うということが可能になってくるわけです。ただアルファフォールドで予測された構造にもさまざまなものがありましてで PLDDT という予測精度を表す仕様がありますが非常に高いと青色低いと黄色橙色になるように、まあ、これ描画したものですけれどもユニプロット ID とアルファフォールド DB の ID が書いてありますがこういうふうに、まあ、かなり精度高く予測されているというふうにアルファフォールドが考えているエントリーで、またこれ単独ではこういう構造はおそらく取らないだろうけれども複合体を形成したらこういう構造を取るんじゃないかというようなエントリー、まあ、こういうものが実験データは弱いけれどもモデルにこれをモデルに使うというのは、まあ、あり得る話かなと思うんですが中にはこういうふうにちょっと自信なげな構造を返してくるような例もありますし、まあ、これに至ってはほとんど天然変性になっていてあまり立体構造を取っていないんじゃないかというようなアルファフォールドの解を返してくるものもあります。でこういうアルファフォールド自身もあまり自信がないエントリーというのを、非常に低分解能の解析の時に BDB に、活用してですね、登録されるというような例が、増えてきているということで、このアルファフォールドで予測したエントリー自身をどう評価するかというところを今BDB では検討しております。でもう一つ、編集作業にも活用できるんじゃないかということです。でこれはもうそのままズバリです。そうですということで、エントリーの編集にはもう非常にきれいなエントリーで1エントリー編集するのに1時間かからないようなものもありますし中には登録者といろいろやり取りをしないといけなくて1エントリーを完了するのに15時間以上かかるようなエントリーもあります。で我々は20年以上にわたって大阪大学でアノテーションしていてでその時の登録者とのやり取りの記録というのも全て電子データとして残っておりますのでそういうようなものを、学習データとしてですねアノテーションのさらなる効率化を図っていきたいというふうに考えています。アジア地区でエントリーの登録数がバーッと増えていってるわけですけどもアノテーターの方をたくさん、雇うということは現実的に難しいことですので演習効率をいかに上げるかというところを頑張って注力していきたいというふうに考えています。で最後にですね検証レポートだけではなく AI を活用して PDB をより使っていただけるようにしたいという考え方についてご紹介させていただきます。でこれも以前の時からよく紹介させていただいた例ですけれどもここにあるエントリーは両方ともニオングストローム分解能という同じ解像度の解析ですけれども見られご覧いただけます通り結合している化合物の精度っていうのには大きく差があるということは一目瞭然です。でこれを機械的に、こういうふうにマップまで書いてですね目で見てということができればいいんですがそうではなくて機械的にこういうものを選抜してですね良いものを使うということができるような選抜データセットを作るというようなことを今期のテーマとして掲げております。で、これをどういうふうに判断するかということなんですけれども昨年度 PDBJ がたくさんの学会で構造系の学会だけじゃなくていろいろなインフォマティクス系の学会でもアンケートをたくさん取らせていただきましてでどういうふうに PDBID が複数ヒットするような場合にどのようにデータ選抜されてますかということを
アンケートを取りました。そうするとやはり一番多いのは解像度分解能ですね。分解能で一時的にニオンフォスフォロームでカットするというようなフィルタリングをされている方が多いし、ちょっと意外だったんですけども、こういうの非常に専門的な統計値を使ってもうフィルタリングしているというような方もおられると。で個別に、あとは質問の時間にお話ししたりするとですね、さっきお見せしたようなマップまで全部計算してですね、で丁寧に丁寧にフィルターしてデータを使いいただいているという構造生物学じゃない先生もおられるというような状況でした。これをできれば機械的に PDBJ のサービスでフィルターしてお届けしたいというふうに考えています。でもちろんこれまでの WPDB で培ってきたこの化合物情報を構造科学的実験科学的に検証する検証レポートですね、こういうようなレポートを今は RDF フォーマットでも提供しております。でこういうようなものを活用して実験データとの専門的な指標での一致度の高さということも評価してまいりますけれども、今のは、そういうような評価基軸というのは、RDF でもすでに提供しているというお話です。でここにですね、DAQ スコア、これは米国のパデュー大学の木原先生がされている、新しいクライオ電子顕微鏡の構造の評価方法です。でこれは AI を活用した評価方法になっていて、スコアリングをして残機レベルでしていくという方法です。でそれに田辺三菱製薬の宮口さんとおっしゃる方が、これも機械学習を使ってですね、エクセンのデータで解像度が低いんだけれども精度の高い解析というのが使えないかというようなことを論文発表されておられましたので、この辺を少し背景と方向性についてご紹介したいと思います。でこのスライドは田辺三菱製薬の宮口さんから許可をいただいて、もう論文発表して公表しているデータなので使っていただいて構いませんということでスライドをいただいてまいりました。この DAE マップという考え方はもちろんこういうふうに非常に高分解能できれいに結合している化合物が見えているような絵というのは相互作用を、計算科学の方が丁寧に精査することができる、こういうエントリーはあります。ただ同じような解析をしていて、ただ解像度がなかなか高くならないと 2.7 ウストローム、そうしますとどうしても結合水、水ですね、水分子がこうアサインできないとかいうようなことがあって、どうしてもこの相互作用を評価するときにちょっと情報が少なくなってしまう。そうすると高い分解能のものだけを使っていいのかと、これも情報がたくさんあるんじゃないかというふうにお考えになった。これは私も実験をするものとして理解できる考え方です。でそこで、このチームではですね、機械学習を使ってそのコーディネートと実験データの相関を取るということをマシンにやらそうということを考えられました。で具体にはどういうふうなことを考えられたかというと、トレーニングデータセットとして非常によく、高い精度で解析されたものと分解能は低いけれども同じようなものを解析されたものというのをたくさん、特に結合する化合物に着目したような、立体空間だけを取り出して電子ビットを計算すると。でそれを機械学習でもって、これは、いい解析がされているかされていないかというようなことを評価するという方法を考えておられます。こちら側が評価したいもので、こちら側がやはり高い解析をされたものです。でここから実験データを逆算する、これは実際に得られたデータですけれども、この座標から、もし高分解能だったらこういうマップになるはずですというものを計算して、でここでその相関を取るというような方法を考えておられます。でこれでもってすると、解像度はそんなに高くないけれども非常に有用な構造情報を含んでいるというようなことを評価できるという考え方です。で、こういうふうに機械学習を使うことで構造評価を、より効率的にできるというようなデータベース、また新しいアプリケーションというのができてきております。でプロテインデータバンクは一つしかない一次データベースですので、いろいろな他のデータベースとつながっております。でそこにこの評価データベースというのも組み入れてですね、で選抜、専門家でない方でも使いやすい選抜データセットというのを作っていきたいというふうに考えております。
で最後に、PDBJ とヨーロッパ、アメリカの地域拠点の皆さんと、データを作るというところは一緒にやっております。最後に、ここに謝辞として表させていただきます。以上です。ありがとうございました。